はい健康生活チャンネルリ理ク療法試験ファスティングマイスターのエビアレタカヒロです今回はですねあなたも飲んでいる3倍も脳が壊れる危険な食品添加物と飲み物についてお伝えしたいと思います で今回ねご紹介するのはタイトルにある通りとても恐ろしい脳を壊してしまうという食品添加物についてなんですね。でこれはとても多くの飲み物に使われていてしかも飲み物だけではなくて食べ物にまで使われてしまっているものですのでとても多くの方がこの添加物を取ってしまっている。 そしししててて脳を壊してしまっいいるという状況なんですねであなたもおそらく口にしたことがありますし今でももしかしたら取ってしまっている可能性は高いと思いますこれを取り続けてしまっているといずれ新しいことがね覚えにくくなってしまったりいずれ脳が壊れてしまって新しいことが覚えにくくなってしまったりあ あの人あの人あの人だよねこの人あのあの人あれあれあのあの,あの人なんだけどあのあれに出てた人だよねみたいなその名前がねすぐ出てこなかったりだとかあのー、用事があってねこのその行ったところがあれなんかしないといけなかったんだけど何だったかなみたいなねすぐ忘れてしまうようなことになりますので結構ですね生活に影響がある大変な事態になってしまうんですよ。 今回はこの添加物が脳を壊すという研究報告とこの危険性についてお伝えしますので脳を守りたいという方は是非最後までご覧になってくださいこの健康生活チャンネルでは健康美容・ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますチャンネル登録をしておくとあなたやあなたの周りの方に今後ずっと役に立つ情報を身につけることができますのでお見逃しがないように是非まず下の赤いボタンからチャンネル登録をお願いします で今回の研究から分かった脳を壊してしまう食品添加物なんですがこれが何かというと。 人工甘味料というのは科学的に合成されて作られた甘味料で砂糖の何百倍という強烈な甘さを持っているのにもかかわらずカロリーがなないいという恐るべき甘味料なんです,、ね、ですから各社メーカーはこぞってこの人工甘味料を使いますしダイエットをしたい方はですね、えー、カロリーゼロだと糖質ゼロだとこういった商品を買いまくるという状況になっているんです。 しかし、ですねこの人工カミルは確かにカロリーはないんですけれども実は太ってしまうし糖尿病であるとかがんになってしまうなどさまざまな病気のリスクを上げてしまうという恐ろしい作用があることが複数の研究から報告されていて今も各国からですね研究報告で続々とそのリスクが判明してきているという結構怖い添加物なんですよ。 だから一昔前というかねもうつい最近ちょっと前までこの人工カミ料に太らないしその血糖値も上がらないしすごいそのいい添加物だねというふうに言われていたんですよだからこれを使うことで太らないしその糖尿病にもなりにくいしということでもういろんな会社がこの人工カミ料を使っていろんな商品出してたんですよねでも最近になってその研究からですねちょっとリスクの方が大きいんじゃないのっていうふうに言われ始めてきてこの人工カミルをあえて使って いません。という食品も最近出てきているんですね。まあ、このね。その。 前にに使われてていたものが後になってから、ね、ちょっと危ないんじゃないのみたいに言われるのが結構この人工甘味料じゃなくてその添加物のね結構怖さなんですねでそして今回はですねさらにこの別の研究から脳を壊してしまうという人工甘味料が脳を壊してしまうんだよというリスクが見つかったんですこの研究はアメリカボッソン大学医学部からの研究報告で砂糖と人工甘味料の摂取が脳卒中または認知症の発症リスクと関連 ししているかを調べました。つまり砂糖と人工甘味料ねどちらを摂取した時にこの脳卒中といってですね脳の血管が詰まってしまうか破裂してしまうか出血してしまうかまあ、こういったその脳血管障害ですねあるいは認知症そのさっき言ったようなその物忘れがひどくなるとかね新しいことが覚えられなくなるみたいなこういったリスクがですね関連しているのかを調べたんですね。でこの研究ではですね約3,000人の食べ物のアンケートを行って砂糖や人 人工甘味料の摂取量やその頻度そして脳卒中や認知症の発症の有無というデータからこの比較を行ったものなんですねでこの結果人工甘味料を摂取する群では脳卒中とアルツハイマー型認知症で発症率がとても高くなっていてそのリスクというのは人工甘味料を摂取しない方に比べて脳卒中では2.96倍アルツハイマー型認知症では2.89倍 9倍とどちらもですね3倍近くこのリスクが上がっていることが分かったんですね。ですから人工冠病用の方が脳の病気であっても。 脳の,そのアルツハイマー病とかねその認知症においてもこのリスクというのはとても上がってしまうということが分かったんですね怖いですよねでどちらもですね発症リスク3倍というのはこれはかなりその倍率高いですからかなり危険性が上がることになるんですよでもねそれならその人工甘味料じゃなくて砂糖を取っている方でも同じようにね脳卒中であるとかアルツハイマー病のように脳を壊してしまうんじゃないかなというふうに思うじゃないですからやっぱり砂糖も同 同じの壊しちゃゃうう思うんんなないいかとに思ですけども、この研究ではですね、砂糖とねその比較を行っているんですよさっきのは人工甘味料を取っていない方に比べて人工甘味料を取っている方ではその3倍リスクあるという話だったんですけどもこの砂糖とね人工甘味料ていうのはリスクも比較しているんですよねですがこれをですね比較した結果砂糖では脳卒中であるとか認知症とのリスクとは関連しなかったということなんですよねですからこのリスクは人工甘味料独特の この人工リだけに限定されたたデメリットででであることががかかかったんすすねいかがですか砂糖にはな、ね、い今まで砂糖が使われてきたところを急に人工甘味料に置き換わってきたところでこの砂糖にはないデメリットというのが人工甘味料にあってしかも3倍近くも、ね、脳を壊してしまうという脳の病気になってしまうということですので結構怖いなというふうに思いませんか これ聞いたらね結構その怖いなって思う方多いと思うんですよやっぱりそのゼロカロリーとか糖質オフとかねそのビールとかでも結構多いんですよゼロカロリー糖質,糖質オフのものとかねそのノンアルコールビールとかもね糖質もゼロだしカロリーゼロだしみたいなのも書いてるのもありますし人工甘味料が使われたジュースでは糖質ゼロみたいなのもあるんですよねそのゼロコーラーとかゼロサイダーとかあったじゃないですかああいうの結構ねそのダイエットしたい方飛びついた方もいらっしゃると思うんですようわ糖質 やのでこんなに甘いなんてということでね、その毎日飲んでいた方もいらっしゃると思うんですが、実は太るし、そして、えー、脳も壊してしまうという。ええー、今までの何だったのっていうふうに思いますよね。もう飛びついていた私は何だったのっていうふうに思うじゃないですか。 まあだからねやっぱりこれ私その最近の人工甘味料のいろんな、ね、その太るとか糖尿病になるリスクが高まってしまうとかいう研究もあってですねそこに今回の脳が壊れてしまうリスクも分かったんでやっぱりね甘い話ってないんだなというふうに思いましたね。その全くリスクがなくていい思いができるってことはまあないんだろうなっていうふうに私は今回思いました。 で人工甘味料は太ってしまうだけではなくて糖尿病になるリスクもありますし今回みたいに脳が壊れるリスクもありますし高血圧であるとか心臓疾患になるリスクもあるというふうに指摘されているんですよね。 ですのであなたの脳を守るために人工甘味料というのはもうこれはできるだけ控えることがおすすめなんですね。で私の別の動画ではですね人工甘味料が腸内環境を破壊してしまうという理由であるとか人工甘味料と合わせてこれを取ってしまうことで一気に太ってしまうという食べ物の話であるとか人工甘味料を含む 危険な食品添加物ワーストランキングなどもお伝えしていますのでこの機会にですね人工甘味料の危険性を知るためにも次はぜひこちらの動画をご覧になってくださいでのラブトりをした方も多いと思いますがそんな時にですねカロリーゼロ糖質オフなどの言葉はとても魅力的に感じてしまうものなんですねしかし実際にはそんな甘い話はありませんのでぜひこういった知識をつけていただいて甘い話に騙されないようにしましょう 私の生院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、また、今回の内容がためになったなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録の方も今回はよろしくお願いします。そしてぜひですね、もう一本私の動画を追加で見ていただいて、健康で痩せて、綺麗な体を作っていただけると私も嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。